リアチュのミタイタルラジオ第3回目始まりました早いもので今日で3回目の収録となっております そして今日はスペシャルゲストでこの方が来ています。どうぞ。ラジオネームサッチーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<laughs> <laughs> かわいいな。は、初の、初の、第3回目にして初のスペシャルゲストですね。うん、じゃあカルくんサッチーさん、はい。ご挨拶お願いします。 ご挨拶自己紹介ほとんど、えー、ラジオリスナーでまあ聞いたことはあると思うんですけどラジオネーム「さっちー」でやってます大体はいエームエームだ波大体出てると思います <laughs> <laughs> だ旦那も出てるから多分<ー>そう旦那も出てるんですよ旦那も出てるから旦那の方が多分逆に有名じゃない 旦那さんは、ちなみに言って大丈夫なんですか?。あ、全然言って大丈夫よ。あ、じゃあ、旦那さんはどの方ですかね。陸海空です。ああ、なんか聞いたことある。はい。<laughs> めっちゃ有名リスナーです。ですよね。はい。私もお会いしたことは、何回か<ー>。はい、ありますけれども、そんなさっちゃんと、今日は。えー。行っていきたいと思います。<laughs> <laughs> 行って。い <laughs> はい、そんな感じですね。うん、初のゲストだから、ちょっとどういう感じでやっていいか、また。ちょっと探り探りだと思うんで。すけど、よろしくお願いします。<laughs> はい。はい、ツイキャスとかもやってますね。はい、ツイキャスもやっております。うん、今、えっ、ー、と、これ。いや、眼鏡かけても全然見えないっていう、もうやばいですね。<laughs> いろいろ、まあ、コメント来てますので。<laughs> はい。ツイキャスと、あと、私の YouTube も、同時配信で行っています。 でこの収録はいつでしたっけ月曜日の24時から放送されているんでぜひぜひあの合わせて聞いてください。はいはい、ということでじゃあどうします今日のテーマはスポーツということで<う>あのメールも読みつつツイキャスト YouTube もねあの拾っていくのでぜひぜひ書いてくださいね。そそそうそううう、はい、メールアドレスも言っておきましょうか <laughs> そうですねはい メールアドレスちょっと待ってくださいねフリーズウェイトってやつですね <laughs> <laughs> えっといきますよ皆さんメモいいかな <laughs>、えー、リオチドットラジオアットマーク g m a i l トコム。えっ、ー、とスペルは RIOCHI ドット RADIO アットマーク g m a i l トコム。こちらまでお送りしください。はい 一応ね今日はちょっとねメールがまだちょっと少なめなんで全然送っていただければ今日たくさん読めますので皆さんどしどしお応募申し訳ないな。送ってくださいね。応募って何応募するのなんもないです、ね <laughs>。当たらないかもしれない。と <laughs> <laughs> いうことでじゃあどうしようかな。1軒目1回読んでいこうかなあ。あんつばさんから。はい。なんかツイキャス来てますね。あんつばさんから どこ、あ,あ。あんこの翼になってる。えっ、ー、と、こんにちは、今日は体調悪くて、メールをくれないかな、あら。大丈夫かな。大丈夫。あんつばさん。あんつばさん、知ってますよね。顔は見たことないけど。ああ<ー>。メール。あんつばさんも、結構有名なリスナーさんですよね。うん。アールビに、結構。 いる感じで私は何回かお会いしたことはあるんですけどはい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 かなんだっけ、ね、いろいろ連れてってくれたりもしてくれてるんでいろんなところにレンビーさんのところにの農場連れてってもらったこともああそうなんですか、はい、あいいねいろんなとこ知ってるんだねそうですよねいろんなとこ知ってますねあメイちゃんさん夕ご飯作りながら聞いてますと頂い,いてますね、うん 先週はゴーヤーチャンプルを作りながら聞いてたんですよ。めいちゃん,さん。あ,あ、そうなんです <laughs> か。私ゴーヤー嫌い。<laughs> えー、ゴーヤー嫌い、沖縄の人なのに。<laughs> 苦いから。そうだね。苦い。苦いのが一番嫌い。ああ、でも、あれ苦い。私も昔苦いの嫌いだったんですけど。今すごい好きになってきましたね。なんでしょうね。う味覚が変わったとか。あ、そう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 。ピーマンは嫌いです。いだに。 えー、でも<は>苦いから苦いからパンパ変わらんじゃん <laughs> 同じ類いだと思うんですけどねでもピーマンの方が嫌いえー、ゴーヤーは好きゴーヤーは好きですゴーヤーチャンプルーはでもチャンプルーだから食べられるのかもしれないあでもあれ作り方によって苦さが変わるんだよゴーヤーうん、うん、えっ、ーえー、じゃあ何もっと苦くもなるっていう そうそうそう。え、そうなんだ。水にさらすと、結構ね、苦さが。抑えられる。ああ、なるほどね。さらす時間とかにもよるかもね。え、ゴーヤ。じゃ、なんだ、下手な人はもう苦いみたいな。下手な人って。下手な人って。そういうことではないと思いますね。でも苦いの好きなのもいるからね。あ、じゃあえて苦くしてるみたい。そうそうそう、全然いますよ。苦いの大好きな方。 そうなんだね。ええー、めいちゃんさんは、えっ、ー、と、小松、小,小松菜炒め。小松菜炒めとか、カツレツです。いいね。いいね、美味しそうだな。今日私、私ラーメンしか食べてない。お腹空いてきそう。<ー>私、おにぎりしか食べてない。あららら。えー、苦いのは、苦、うん、若いゴーヤーですね。だって、あんずばさんが。ああ、なるほどね。あ,あ、でも。 若いゴーヤーもそうだけどうん、うん、苦くないのって確かね何だったかななんかアバシゴーヤーアバ<え>っていうゴーヤーの種類があってそれは苦くないんですよそ,それ親に習ったっていう <laughs> <laughs> ただこのさっきの言った水に浸してとかそういったのはよく言いますよね言いますねうん,うん,うん、うん でも居酒屋のゴーヤチャンプルはめちゃめちゃうまいですけどね。美味しいあれなんでですかね。ねうまいよ、ね、なんですよね。私の友達からキャスの呼、うん、んで呼んでこっちだったか FM ギノワンツって <laughs> そうです。待 <laughs> ってこっからだと文字が小さいのよな何さんフックフックさん今日さんこんにちは <laughs> お友達お友達です、えー、地元の友達かな。 っていうと沖縄市はいはいあ沖縄市なんですかそう沖縄市に出身で突い<ー>でヨナバルに行きました、うん、<laughs> そうなん <laughs> そうなんです <laughs> はい沖縄市面白いですからね沖縄市でじゃあなんかおすすめのスポットとか教えてくださいよスポット、うん、スポットっていうかよく行く、うん、あのレストランなのかな、うん、が ハイウェイドライブイン。ああ、美味しいよね。ボリュームある。そうそうそう。もう、いわゆる昔の。そうん。うちのレストランみたいな。そう,そう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 。えー、のあの、A ランチ、B ランチとかって。ええー。めっちゃボリュームある。あ、じゃ、お腹いっぱいにな,、ね、なる。かなりね。うん。あの、今、店舗映ってますよね。映ってます、映ってます。千葉なりね。うん

スイキャスでも羽生三郎さんが「サッチーさんパチパチ」って「サッチーさんいいツッコミ <laughs> ゴーヤカレーも美味しいようだ」って「ゴーヤカレー」え<ー>ゴーヤカレーへえあでも苦くてちょうど辛くていいのかなあのー、なんだっけえっ、ー、とスープカレー売ってるはい、はい、それこそ沖縄市にあるんだけどカレー屋んでどうれするんだろう <laughs> スープカレーのお店ななん、聞いたことはあるんですけど、か行ったことないからわかんないんですよね。あっちのスープカレーめちゃめちゃうまいんですけど、はいはい、あの野菜がぶつ切りで出てくる,出てくるわけ、ーゴーヤーとかもなんていうの、輪切りの太いのでボンって、はいはい、あれうまいですよ。食べ応えありますね。そうそうちょうど合う。ただそんなに苦くないんだけどうまいです。うーん いい,のお腹いてくるんですよねこういう話をしてるとそうねカレーは特にね、はい、<laughs> この放送は深夜なので聞いてる人はちょっとあれですね飯テロ的な感じになっちゃう飯 <laughs> テロ放送ですね <laughs> だからね味とやああ味とやだったかなまあそんな単純な名前ですっえ皆さんすごいね物知りだねいろいろ知ってますね、うん、沖縄市 小沢みたいに実際にはない地名も多いって小沢って地名ないんですか？小沢ないんですよ。ないですよね。小出しっていうのはない。小出は昔沖縄市が合併して小出とあそう三里村が合併して沖縄市になったんですよ。そう,そ,う,そ,う,そ,うその前が小沢。そう。今もだから小沢っていう地名はあ存在はしない。ないかな。ただ十字路があるぐらい。 小田十次郎聞いたことありますねあじゃあ昔の名残ってことなんですね名残まあそうだねあなるほどあの埼玉で行ったら世のみたいな感じだ <laughs> 埼玉のこと知らねえ <laughs> <laughs> ちょっとあよ世のねあ世のに行ってくるねとかよく言うんですよ<ー>世のに行くとかでも全然知らないね知らないですねうん,うんへえそっかそういう感じか大宮とか あ、大宮は聞いたことある。大宮って地名ないの。大宮区とかで残ってるのかな。大宮市はもない。ないんだ。合併して。合併して、さい市に合併して、大宮市はもない。最近のじゃ合併かな。ほら、平成の合併で。そうですなんか一気に合併が増えましたよね。十、十、二十年前ぐらい。はい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 。平成。ぐらいかな。元年じゃないけど。 包丁してからだよね。で、こっちの一人新都心って言ったら、おもろ町じゃないですか。私たちが新都、埼玉県民が新都心って言ったら、埼玉新都心になるんで。え埼玉にもあるんだ。埼玉新都心っていう、あのスーパーアリーナ。ー埼玉スーパーアリーナがあるのは、もう埼玉新都心駅。はあ、おおおお、そうなんだ。だから、埼玉の人に新都心って言うと。はあみたいな。<laughs> <laughs> 新都心の三 A でとか言うと。 ええ埼玉新都心3円なんかないけどみたいな <laughs> <laughs> どこの新都心ってなるわけだそうそうそう,そう <laughs> なるほどね埼玉県民に新都心ってどこっちゃになるっていうえー、わけわからない話ですねあっメイちゃんさんが埼玉スーパーアリーナは行きたい私も1回しか行ったことないんですよねアリーナは行ったことないな沖縄市にできたアリーナはキングス見に行ったあ,あ行ったんだ、えー、行きました行きました全然俺行ってないけど 迫力半端じゃないですかねえみんないいっていうねそうなんですねいいな大物アーティストも来ますからぜひまた行きたいまた行きたい羽生三郎さんは大宮アルディーザはってあッカーチームそう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 俺もそれで知ってるけど大宮ってチームあ名前地名私最近知ったんですよね大宮アルディーザ地元離れてから いやうん離れるちょっと前ぐらいにそんなサッカーチームできたんだみたいな昔は浦和レッズとかが有名でしたっけど、まあね、うちのお父さんが、うん、あの三菱府荘に勤めてたんではい、はい、三菱府荘が浦和レッズのなんとかかんとかだったんで浦和レッズは小さい頃から知ってましたけど。うんう サッチーさんの T シャツがこれこれバスケの T シャツですよ。バスケバスケキングスじゃないよ。全然違うけど。そうサッチーさんバスケやってますよね。そうそうそう。そうだから今日のテーマはスポーツで。ああなるほど。そう言ったんですけど。バスケもそうですよね。でも私高校からですよバスケやり始めたので。えそうなんだ。小中は帰宅部でした。あ違うな。 小学校の5年生ぐらいは合唱部でしたへえそっから急にスポーツもともとバスケがやりたくて親に反対されて反対されてなんでんかね親が免許持ってなくて送迎ができないっていうことでそういう理由その理由でバスケができなかった小中は高校になって思い切ってバスケ入るからって言って。 部活やるよって言って親から了承もらってバスケ始めたっていうあなるほどそしたらもう上手くて楽しくてそう,う上手くてではないけど初心者だったからやっぱり、うん、まあ二軍のスタメンまでは<ー>でもすごいいけたかなはいはい、はい、お高校でねやってそこまでいけるっつったら結構なセンスじゃないですか、まあ、まあ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 。筋トレとかめっちゃ頑張りましたよえそうなんだあいい、ね、一一倍お<ー>なるほど 例えると<ー>他の部活生が腹筋10回やるとしたら私は腹筋逆に20回とか<ー>倍,倍やったバスケか私も小学校の頃なんか体育の授業あ,<ー><で>あるねやってましたけど超嫌い超嫌い、ね、<laughs> 超嫌い 球技がいいや球技全般が私ダメなんですよねあのボールは友達っていうじゃないですかうねボールは敵です私敵本当ボールは敵ですねでもバレーはさすがにできないかなバレーボール高校の時に体育の授業あるじゃないですかあの時に友達とバレーをしてて男子のネット 使ってたんですよ、うん、それもマラソン大会の練習の授業のあと、うん、遊びでやっててで友達がバレー部出身で、うん、思いっきりスパイク打ったら私の顔面に当たったっああ出ましたありがちよねありがちな痛いな確かにバレーはねなかなかのこうなんていうのかな いろんな能力がないとできない感じがしますねうん、うん、あ,あそうですねまず性高くないとね無理ですね確かにねリオチさんの学生時代の部活は私は中学校だけ剣道をやってましたね<ー>剣道部でした半分幽霊でしたけど幽霊か <laughs> 幽霊ちょっとサボってましたねなんで剣道をやろうと思ったんですか なんか友達が私どうしようかなと思って悩んでたら「剣道部一緒に入んない?」って言われて <laughs> まあなんか当時ルローニ献身やってたんでああルロ剣とかやってたんで、うん、あまあいいかみたいなので一緒に入ってで友達だけ先辞めちゃってえそうなんだ辞 <laughs> <laughs> めちゃって私の子どうしようみたいなでもとりあえず3年間は。 いうレフ部員でしたけど続けて、ね、なんかうん厳しすぎて本当にやっぱ剣道ってああ<ー>まあなんか厳しいからなんか出たくないなと思いながらもなんか続けてとりあえずは。 やってましたけど防具も高いんですよそうよねそう10万ぐらい親に買ってもらってるからさすがにちょっとやめられないなって,ってあ10万もするんだ10万ぐらいしますね、えー、防具だけで高すぎるそうなんですよで一応中学3年本当はなんは文化部とかに行きたかったんですけど、うん、吹奏楽とか文化系の部活ってことねそうですそうですもうなん,かなんか文化系っぽいよね 確かにそう私はもうあ本当は本当はですよ陸上部があったら陸上部やりたかったんです私走るのが走ることぐらいしかできなくて走あの短距離短距離でも長距離でもどっちでもよかったんですけどすごいねでもその中学の時はなかったんでしょ陸上部は珍しく珍しいねあっなかったです学は 中学はあの部活生が集まって地区陸上とか行くじゃないですかそっか中学かそうなくてでもあのいとこの中学はあったんです、うん、陸上とか、えー、私の人中学はなくて、うん、しょうがないからけんしょうがないかって剣道部うん、うん、そうやっ入ったんですけどね大会とか出ました 大会も一応で、出ましたけど、勝ったことはないです。やっぱ幽霊部員はダメです。だめ <laughs> <laughs> ですね。いやいや、<裕>今もあるの?。道具は。防具はもうないんじゃないかな、捨てちゃったと思います、ね。だってもう、そもそもちっちゃいし、サイズ合わない。中、<ゅ>ね、中学生だしね。ああ、そっか。そう。だからもう使わないし。うん。やめ、うん、捨てちゃいましたね。多分。 本ほんと吹奏楽部とかでドラムならやりたかったんだけどあ、ね、吹奏文化部はダメって親,<に>親とあとなんか文化部に入ったらなんかダメみたいな風習があってうちの中学<え> <laughs> 意味がわか <laughs> ない何なんですかねなんか変なまあ入る子はいましたけどやっぱ吹奏楽とか、うん、パソコン部とか。 パソコン部、ね <laughs>、パソコン部ありまして。何それ。<え>何それってしかかんない。言えないんだけど。いや、何やってたのかわかんないんですけど、でも、大体。部活やめちゃった子がパソコン部に行くみたいな流れでしたね。へえ、そうなんだ。野球部を退部したら、じゃあ。パソコン部にとりあえず行っとくとか。あとは、その、なんだ。サッカーとかやってる人いるじゃないですか。サッカー部じゃなくて、何、あの。 地元のチーームみたいなあーユースとか入ってる子たちはパソコン部にとりあえず入れ、はい、在籍だけしてとかありましたね部活やらないといけなかったの部活絶対入んなきゃいけなかったですへえー、そうなんだ絶対厳しい中学は絶対帰宅部はないへえ<ー>高校は部活はやんなくてもいいよっていうところでしたね私はずっとバイトやっててなるほど バイトで貯めたお金でドラムのレッスン習いに行ってました。噂を知るうちの旦那からツイート来てるよ。あ、えっ、ー、<laughs> と、りくかさん。あい、え、あい、またビールこぼした。<laughs> またこぼしたわけ。<laughs> 今日二回目だよ、こぼすの。え、さっきもじゃ、さっきもこぼしてたのよ。<ー>私が仕事中に。<laughs> あれじゃん、ビール代もったいないね。<ー>もったいない。<laughs> <laughs> あいいですね仲良しですね。まだ新婚2年半。ああん半経たないかな。ね私が知り合って半年ぐらいしたら結婚入籍したよね。ねそうだね。まだ、ね、新婚さんでいいよねラブラブで。いいですね。ちゃ、ねうんひろさん。ちゃんひろです。あはいさいりおち山内さん初ゲストさん。あれですね。ひろっぽんですね。 <laughs> えっと美容師さん埼玉の美容師さんですねうん、うん、はい羽生三郎さんも自分の中学の全生徒部活に強制入部だった、うんえー、やっぱそういう風習ですよね、えー、なんか一部どこ,だどこかは言えないんですけど、うん、沖縄市のある中学は、うん、帰宅部があ北帰宅部っていう部活っていう何,何のの、うん 部活で残りはもう部活ちゃんと入らなきゃダメっていう中学ありました、うん、今はどうだろう帰宅部っていう部活があってそうそうそう。へ,<ー>へ<ー> <laughs> やっぱそういうあれあります、ねね、強制反強制的に部活を入らなきゃいけないっていう中学がありました <laughs> でも帰宅部はあるというちあるみたいですよ <laughs> 変わってるねそこも変わってる、うん、私の出身中学の隣の中学だったけど はい。うんうんうん。これまだ大丈夫ですか？そうですね。もうでも三分前です。三分前。うん、じゃあ早いね。はい。一通だけ行きますか？はいはい。ええー、リヤツさんサッチさんこんにちは埼玉の初みつ一家です。おお<ー>。毎週ありがとうございます。ますテーマはスポーツ。今やっているのはバレーボールとゴルフ。以前は草野球にテニス、スキーにスノーボードをやってましたよ。 埼玉の大宮に住んでいたいるため、スキーは利便性が良かったですよ。電車で行くなら、大宮駅から上越新幹線か東北新幹線。車で行くなら川越から関越道、岩槻から東北道。直前の天気予報を見て、関越方面に行くか、東北方面に行くか決めてました。なるほど。吉さん、さっちいさんはスキースノーボードやったことありますか。あります。あります。修学旅行でやりました。 高校の修学旅行めっちゃハードで関西ちょこっと行って長野でスキーしてで、ディズニーシー行ってお台場行って帰ってくるええすごいねすごい金持ち学校いや全然逆にギャル校って言われてましたえっそうなんだはい <laughs> はい。<ー>ギャルコ、ギャルコ。え、俺今二つんでるけどな。マイカ。二つ？二 <laughs> つ？二つってどことどこですか？<laughs> えっと言っていいかな。グショとチャタン？あ全然違う。あ全然違う。二つも違う。二 <laughs> つも違います。じゃあよかったよかった。<laughs> <laughs> ということでじゃあ今回はここで一回終了となります。うん、お相手はリオチとサッチーと。 山内で,したではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさ